皆さん、こんにちは。今日は羽生結弦さんのことについて紹介します。まずは、羽生結弦さんの経歴とプロフィールから紹介します。羽生結弦さんは、日本の元フィギュアスケート選手、現在はプロのアスリート。宮城県仙台市出身、ANA 所属。早稲田大学卒業、エグゼクティブプロデューサー、2018年国民栄誉賞受賞。2020年最優秀選手賞受賞、2014年2018年紫綬褒章、2014年ソチ五輪、2018年ピョンチャン五輪に大会、連続オリンピック金メダリスト、日本のみならず、世界中で絶大な人気と、存在感を誇る希代のフィギュアスケーター羽生結弦は、スター選手であることはもちろん、創造性と芸術性に富んだアスリートとしても有名だ。また、負けることは死ぬことと同じと発言するほど、羽生は負けず嫌いなことでも世界に知られている。羽生は19歳の時に出場したソチ2014のフィギュアスケート男子シングルにおいてアジア人初となる金メダルを獲得。その後もグランプリシリーズファイナル大会での4連覇を達成するなど、輝かしいアスリートキャリアを確実に築く一方、怒涛なる怪我にも悩まされていた。右足首の負傷により、みこぜぶりの国際大会出場となったピョンチャン2018では、圧巻の復活パフォーマンスで世界を魅了し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。男子フィギュアスケーターのオリンピック2連覇は、1952年以来66年ぶりの快挙であった。羽生はこれまでに世界最高得点を19度も更新しており、ショートプログラムの100点超え、フリースケーティングでの200点超え、さらに SP と FS の合計スコアで、300点以上を叩き出した最初の選手である。このような数々の功績により、羽生を史上最高のフィギュアスケーターと称える人も多い。4回転ループを世界で初めて成功させた記録も残している羽生は、これまで限界を超える挑戦に挑んできた。その代名詞といえるのが4回転アクセルだ。空中で4回転と半分を回るのが特徴の4回転アクセル、これまで誰も成功したことがなく、フィギュアスケートの新境地を開くジャンプでもあった。2019年、羽生は4回転アクセルの練習に取り組み始めたことに言及している。そして北京2020に代表選考を兼ねた2021年末の全日本フィギュアスケート選手権大会のオフィシャルトレーニングの場で、初めて公の場で4回転アクセルを披露する。実際に演技構成に取り入れて 4A に挑戦した選手権 FS では、両足着氷によりダウングレード評価となってしまうものの、連続3度目となるオリンピック代表に選出され、北京の氷上で再度 4A に挑戦すると力強く語った。世界中の視線が羽生に注がれていた。4回転アクセルはもちろんのこと、3連覇という歴史的偉業を目撃するために、しかし SP の冒頭のジャンプで誰も予想しなかった出来事が起きる。予定していた4回転サルコーがまさかの1回転となり、会場の招待客のハッと息を呑む音が聞こえる。演技終了後、羽生はアイスリンクにできた穴にはまったと説明。 SP8 位から FS での巻き返しを誓う週刊女性プライムが、羽生結弦さんの結婚相手は英子さんとしてお相手について報じています。英子さんの素性を見ていくと、元バイオリニストの末延真由子さんではないかとの情報があります。そこで今回は羽生結弦さんの結婚相手は末延真由子さんで特定。慣れ始めや共演動画についても見ていきたいと思います。週刊女性プライムが報じた英子さんの素性は次の通りです。英子さんの年齢は現在36歳で、羽生さんの8歳上。日本を代表するバイオリニスト、4歳からバイオリンを始めている。西日本出身、地元の中学校を卒業後上京、音楽の名門大学を卒業。身長は165センチメートル。公式には羽生結弦さんの結婚した奥さんが誰であるかは報じられていません。しかし末延真由子さんのプロフィールを見ると一致していることがわかります。末延真由子さんは1987年生まれの現在36歳ということで、羽生結弦さんの8歳年上です。そして日本を代表するバイオリニストであり、幼い頃からバイオリンに全てを捧げてきたそうです。山口県出身ということで、西日本出身ということも一致します。さらに出身大学が桐朋学園大学を卒業していることから、音楽の名門大学ということも一致します。
その他にも週刊女性プライムでは一時タレントとしてもテレビ出演をしていたことも報じられていまが、過去に有名アーティストとの共演や音楽番組への出演歴が豊富であることから、音楽業界では知られている存在です。羽生結弦さんと末延真由子さんの馴れ初めについては、現在公表されていません。しかし、羽生結弦さんと末延真由子さんは、2019年5月に開催されたアイススケートショー、ファンタジオンアイス2019で共演されています。この時点では、お二人は出会っていたと思われます。もしかしたらこの共演が縁で、交際を始めている可能性もありますね。英子さんは、あるアイスショーで見た日本のトップ選手の演技や表現力に魅了され、その影響を受けてバイオリンの表現も進化していったそうです。以降、フィギュアスケートの大会のテーマソングの演奏を担当したり、国内外のトップ選手との共演も数多く経験。羽生さんが世界選手権で演じたこともあるプログラムを共に披露したこともありました。英子さんは、この時のアイスショーで羽生結弦さんの表現力に魅了され、自身のバイオリンの表現が進化していったと考えると、非常に大きな出会いだったと考えられますね。羽生さんは4歳からスケートを始めており、英子さんも4歳頃からバイオリンを始めています。お二人は一つのことに全てを捧げてきたことなど、境遇が似ていることや共通点も多いことから、お互いに分かり合えるのかもしれませんね。羽生結弦さんと末延真由子さんの共演シーンはとても興味がありますね。羽生結弦さんの圧巻のスケーティングと、それ以上の迫力のあるバイオリン演奏がすごいですね。末延真由子さんの学歴は次の通りです。山口大学教育学部附属高小学校卒業。山口大学教育学部附属光中学校卒業。東邦女子高等学校音楽科卒業。東邦学園大学音楽学部演奏学科卒業。末延真由子さんの出身高校は、東邦女子高等学校音楽科です。偏差値56から67。東邦女子高校は、調布市にある私立の中高一貫高校で、1952年に音楽科が設置されたそうです。末延さんは、地元の中学校を卒業後に上京し、東邦女子高校に入学したようですね。同校出身の有名人には、高嶋ちさ子さんや中村ひろ子をはじめ、多くの有名人や著名人を輩出しています。出身大学は、東邦学園大学音楽学部演奏学科です。末延真由子さんは、4歳の頃からバイオリンを始めており、1998年11歳の時には、日本クラシック音楽コンクール、全国大会奨学の部で最高位に輝いています。さらに、2000年13歳の時に、日本クラシック音楽コンクール中学の部で、最高位に輝いています。2003年16歳で、若い音楽家のための、チャイコフスキー国際、コンクールディプロマ賞を受賞しています。2007年20歳の時には、日本モーツァルトコンクールで第2位になっています。数々のコンクールで、輝かしい受賞歴を残しています。また、末延さんは、クラシックにとどまらず、ポップス、演歌などにも積極的に楽曲参加をしています。さらに若い人にもクラシックを知ってほしいという思いから、クラシックをポップスにアレンジするなど、意欲的な活動も行っているそうです。それらの曲を、自身がパーソナリティを務める、FM 富士のハストリーで、毎週流すなどの活動を行っています。末延真由子さんの実家は、山口県広市塩田地区にあります。山口県広市は県の東南部に位置し、自然景観に優れている都市です。末延さんの家庭環境について調べたところ、週刊女性プライムでは、羽生結弦さんの結婚相手は英子さんとしていますが、末延真由子さんであることはほぼ間違いないと考えられます。お千津さんはもう亡くなっているので、実家では英子ちゃんのお母さんが一人で暮らしているのですが、週刊女性プライムが報じている英子さんの父親はすでに亡くなっており、母親が一人で暮らしているという。末延真由子さんの父親は、山口県にある末延建設の第4代目社長だった末延光明さんのようです。末延建設の会社遠隔では、2012年に末延真由子さんの叔父であり、テレビ朝日の元記者である末延義正さんが代表取締役に就任しています。2012年に社長が交代していることから、末延真由子さんのお父さんはこの頃亡くなったのではないかと推測されます。今から11年前ですので、
末延真由子さんが25歳の頃に亡くなったと考えられます。なお兄弟については調査しましたが情報はありませんでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。